皆さん、おはこんばんちは、マモクです。これ、ね、緊急っていう感じですけど、急遽動画撮ってます。今日は4月13日、今朝まだ8時半ぐらいですかね。はい、ちょっとね、今日火曜日なんで幡ヶ谷の担当なんでね、前に営業前にちょっと、ね、練習を今してたんですけど、まあ便乗じゃないですけど、皆さんも熱狂していたと思うんですけど、昨日松山英樹がねマスターズでなんと初優勝ねしたと、おめでとうございます。はい、そして、まあ、おめでとうございますっていうね、ありがとうございますっていう気持ちの方が強いですけどね。はい、まあ、そんな火曜日なんで、まあ結構いろんな人がね、こう YouTube でも多分これ取り上げてくると思うんですよ、松山英樹選手のね、話とか結構出てくると思うんですよ。もう側近の人とかね、よく知ってる人とかいっぱいいると思いますんで、まあプロゴルファーですけど、私はね直接会ったこともないですし、知らないんですよ。はい、で、まあ、なんでそれでこれ上げてるかっていうとね、マスターズっていうね、その試合のね思い入れ、これ全てのゴルファーが、まあ、プロゴルファー、プロ目指してる人、まあ、アマチュア、全ての人の憧れ、そして、まあ、日本人がねチャンピオンになる悲願ですよね、悲願ですよね。はい、これがねいつ来るのかというところで、もうワクワクドキドキ毎年しながら見てた人も多いと思います。私もその一人です。まあ、かれこれゴルフ場に研修生として入ってからもう何十年、30年近く経ちますが、まあ、悲願です。はい、私もいつかは行きたい、もうせめてプレーだけでもしてみたいっていうふうにね、切に感じるぐらい憧れでした。はい、まあ今回ねアジア人で初のマスターズチャンピオン、そして日本人が最初にマスターズに参加、まあ出てから、それが85年前です。そして その85年でやっと松山英樹選手がねチャンピオンになりました。その間やっぱりさまざまな人たちが過去の、日本でも実力がトップレベルの人たちがチャレンジしていって、なかなか、まあ、勝つことができなかったっていうのが、まあ、今までの流れでした。まあ、ジャンボ尾崎さん、青木功さんとか、トミー中島さんはじめ、丸山茂樹さんとか、その他ものすごい片山慎吾とかね、その他ものすごい選手がチャレンジしていました。はい、プロを、ね、目指す人って必ずマスターズを、ね、夢見るわけですよ。でゲームになっていたりとか、さまざまなメディアでも取り上げられるので、もうコースの隅々までみんな知ってるような、でも難しい、まあ、現地で、ね、行ったことある人はよく知ってると思うんですけど、なかなか現地に行けない、まあ、僕らみたいなペイペイのプロゴルファーはね、イメージでしかないです。はい、最近はものすごく映像もこう進化して、バーチャルとかもしくは CG とかがものすごい進化してきて、まあ、高低差だったりとかこう難易度だったりとかっていうのはものすごくよく分かるようになってきました。皆さんもご存知だと思うんで、詳細はまあいいとして、まあ技術的とかね、なんか流れとかね、そういったものって多分これからもっともっと技術的に解説できる人が、まあ YouTube とかテレビとかそういったもので解説すると思うんで、そちらにねお任せします。はい、まあ僕はね単純に、まあ松山選手のコーチがついて、スイングがある程度変わってきて、ここ何週間かのショットを見てると、やっぱり
繊維が変わってきて、でその繊維が変わったことによってしっかりショットが叩けるようになって、パターのねストロークもすごく良くなっているというふうに感じていたので、チャンスがあるのかなっていうふうに思ってました。チーム松山という形で様々な、まあ、あのコーチはじめメンタルコーチとかね、キャディとか、あとその周りをサポートする、チーム松山の人たち、そしてクラブを提供する、ダンロップとか、その他、まあね、あのグリップだったりとかウェアだったりとかシューズだったりとかね、様々な、人たちが関わっていると思います。その関わっている人たちの、まあ、悲願でもあると思うので、それがあのああいう風な形で実を結んだっていうのはすごく良かったなと、あの全く関係ない私でさえ涙ぐむぐらい本当に良かったなって、おめでとうっていう気持ちでいっぱいです。はい、あとね、なんかあのキャディさんね、あの一部のツイッターでは結構ツイートされてる、リツイートされたりとかしてますけど、キャディさんがね、あのコースに向かってこう、ね、一礼をして、あのピンを刺してね、こうちょっとなん か感動的なね場面で、日本人らしいなっていうのがすごく伝わってきました。もちろんあれってあの全員がやる必要もないですし、絶対やれっていう話ではないです。あの選手がコースの中に、最近ねコースに一礼するっていうのもする人も結構増えてきてますけど、まあそれは日本人ですから、日本人ってこう気持ちの中で感謝するっていうのは非常に持ってるこうお国柄だと思います。なので、まあ、する必要はないと思いますし、絶対しなきゃいけないっていうふうには思わないです、まあ、そう思わないでほしいです、はい、ただあのコースに対して感謝したりとか、そういった気持ちは非常に持ってると思います。で松山英樹選手のキャディーさんも、まあ、あのずっとプレーしてて、一緒にプレーしててパトロンの人たちとかコースのメンテナンスとかコース管理の人とか、いろんなさまざまなこうテレビには映らないいろんな人たちが目に入り、そして応援してくれて、そしてゴルフ場にもすごく心底感謝っていう気持ちからあの行動に出たんだというふうに考えられますので、まああの素晴らしいなっていうことで称賛することは大事だと思います。すごいなっていうことで感動することも大事だと思うんですけど、絶対ではないんで、はい、そこら辺はね、なんかちょっとあれが絶対みたいな形にこうなってほしくないなっていうのは正直なところです。はい、そして今後松山選手なんですけど、今回のこのマスターズの優勝で、永年ですね、松山選手が選手である限り、マスターズ出場権を得ています。そして、5年間ですけどメジャー大会、メジャートーナメントへの出場権っていうのも得た形になります。なので、もしかしたらですけど、まあ、松山選手はもう日本人というよりも PGA のねアメリカツアーの一員ですから、また日本人は別枠としてこう招待を受けて、来年以降マスターズに参加する選手も増えるんではないかなというふうに思ったりもしています。そして今年はあのまだちょっと開催がわからないんですけども、オリンピック開催の年になりました。松山選手もきっとオリンピックの代表選手として選ばれるというふうに思っているんですが、となるとオリンピックとマスターズとね、チャンピオンっていう可能性も出てきますよね。楽しみですよね、本当。はい、で今後これでメジャーチャンピオンになる可能性、他のねメジャーを取れるチャンスっていうのはすごく多くなると思います。まあ、1回勝つか勝たないかっていうのは非常に大きな違いだと思いますので、いけるというふうに思っています。まあ、緊急でねちょっと動画を作っています。なんかねあの便乗みたいな感じになりますけど、まあせっかくね松山英樹選手が悲願のマスターズチャンピオンになったことで、まあ、感動しました本当に。で、まあ、中島さんが
放送中にもう声が出なくなるぐらい感動したっていう、本当わかる、気持ちはわかります。日本中のねプロゴルファーの人たちが同じ気持ちでいると思います。なんかね、松山選手が優勝した瞬間から関連株がね、あの株価が上がったりとか、なんか昨日なんかボールがものすごく爆売れしたりとか、クラブが売れたりとか、ウェアがもう売り切れたりとか、なんかそんなもうね、いきなりそういうことも起こってるみたいですけど、ぜひねゴルフというスポーツを良さをね楽しんで、それをこう実感してずっと長く続けていってほしいです。はい、ということでまた練習に戻りたいと思います。はい、それでは皆さん、また細かい技術的な話はね、直接聞いてください。お答えします。私なりの見解がありますんで、お答えしますんで、ぜひ聞いてください。また見てください。バイバイ。